八大竜王の一、南大竜王八大竜王は、天竜八部衆に所属する、竜族の八王。北家行に登場し、仏法を守護する。霊衆参にて十六羅漢をはじめ、書店、書菩薩とともに、水中の主である八大竜王も、幾千万億の眷族の竜たちとともに、釈迦の教えに耳を傾けた。釈迦は、明法蓮華行の、 第25関税音菩薩不問品に残されているように、観音菩薩のお働きを説いた。その結果、悟りを超える、あのくたら三病を三歩代、無常を正当小学を得て、五法の神となるに至った。古代インドでは、ナーガという半身半蛇の形であったが、中国や日本を経て、今の竜の形になった。一般的に次の順に番号が振られている。 なんだばつなんだ社から徳さなバーたち、大野間中区、夕八ら久しのうち八大龍王水神社八代の、宮昔から乞恋の神様として祀られ、日本各地に八大龍王に関しての神社や祠がある。源の三根友の近海州に、次の一種がある。大雨をうとんじて八大龍王に、止めてくれと頼む趣旨。なおこの和歌は、 金城天皇が2015年11月18日に国際連合本部で開催された第2回国連水と災害に関する特別会合における援護での基調演説クエスト・フォー・ベター・リレーション・キト・ウィン・ピープル・アンド・ウォーターの日本の和歌と俳句における水の不死で英訳され引用されている時により過ぎぐれば民の嘆きなり八大流をおうやめたまえありがとうございます